悩める選手たちをチンブリ返ししていきたいと思います。悩める選手たちをチンブリ返ししていきます。早稲田太郎さん、あそこが左に湾曲しているのですが、まっすぐにする方法ありますか。はい、これはとっても僕のところに多い悩み相談なのですが、答え、そんなにまっすぐにする必要あるんです。だったら直すことに頭を働かせるんじゃなくて、この左に曲がっているペニスをどうやったら使えるのかっていう方に頭を回した方がいいと思います。例えばこう左に曲がってるんだったら90度回転したら上に当たるようになるわけだし、自分がねのペニスをどうやったら当てられるのかっていうのを模索した方がいいと思うな。例えばさ、なんかスポーツ選手とかでもそんなに背が高くないバスケットボール選手がいると思います、うん、その人たち絶対全員さバスケットボール選手になりたいと思って身長伸ばす手術しますかって言ったらそういうわけではなくて、自分が輝ける場所はどこなのかっていう探す能力が長けてるんですね。そこを探してみてください。置かれた場所で花を咲かせましょう。うわすげえ。チンブリ返し。